どうもこんにちは、パンドラーです。スコットイーターリザレクションの実況やっていきます。今回挑戦するミッションはこちらです。難易度6、コールドダムゼル、プリティビーマータ、バジュラとの戦いですね。プリティビーマータ強いよな。乱戦じゃないのか。まずはバジュラからか。よし、この BGM いいの。ちょっとここは狭すぎる。あ、雑魚敵と戦ってた。今回はショートでいきます。同行者はコウタ、アリサ、サクヤです。素材が欲しいから頑張ろう。全然装備が整ってないというか、まだまだ、まずお金が全然足りないんですよね。ただこうゴッドイーターもそうですけど、前半の装備集め、素材集め、仮ゲー楽しいですよね。装備が充実してない自利品状態の戦いもなかなか楽しい。あ、これプレデタースタイル空中捕食を変えてみたんですけど、かっこいい青色だ。その場で、あ、空中で捕食して後ろに下がるのか。これ使えそうだな。結構これいい。今までは滑空するやつを使ってたんですけど、あ、ごめん、アリサ。ちょっとこっち来てくんないかな。捕食しよう。あえてこんな狭いところで戦う必要はないよな。やっぱ戦う位置も重要ですよね。特に自分みたいなヘッポコプレイヤーはできるだけ有利な位置で戦わないと。楽しいなぁ。この空中捕食いい。愛用していこう。やっぱショートが一番いいかなぁ。なんだかんだ言って一番使ってますからね。また回復薬を補充するのを忘れたような気がする。あ、やっぱそうだ、全然回復薬持ってきてない。まずいなこれ。まあ練習にいいか。緊張感持って戦えるし。よっしゃ、尻尾結合崩壊起こった。久しぶりにバックラー装備したら、やはり展開速度がめちゃめちゃ速いな。レイジバーストの後半からタワーシールドばっかりになってたからな。それまではバックラー使ってたんですけど、削りダメージが怖くて
変更したんですよね。特にあのサバイバルミッションか、あれをやってた時にタワーシードに変えたんだよな。よし、オーガテールの素材も欲しいから。プリティビーマーター、怖そう。ちょっと回復しといた方がいいな、これ。怖い怖い怖い、正面に立ちたくないけど立たざるを得ない。うわー、食らってしまった。何やってんだ。 OK、 バジラ倒した。さあプリティビーマータちゃん、バジュラのメスと言いつつ顔が恐ろしいんだよな。顔が気持ち悪いんですよね、こいつ。こんなマントふわふわしてたっけ。うわ、なんか変わってるな、これ。あれ、どこ行った。怖い怖い怖い、見失った。相変わらず気持ち悪い顔してますね。やばいやばい、テンパった。もう回復はどんどん使っていくぞ。この肩を破壊したいけど硬いんだよな。貫通だっけ。いって、範囲攻撃広い。まずこの気持ち悪い顔を破壊しよう。どこ行った。やっぱちょっと見た目が変わってるような気がするな。あー、この空中捕食ほんといい。あースタン、でも楽しい。バジラ系はほんと楽しい。練習になる。あ、間違った。動きが素早いからこう攻撃と防御の練習になりますよね。慎重にヒット&アウェイでいきたいが、やばいやばいやばい、危ない。こんな素早かったっけ。胴体だけか今、結合崩壊。いやー、怖い怖い怖い。怒ったら一撃がさらにでかくなるから
食らいたくないんだよな。あのジャンプした後の着地範囲攻撃を注意しないとな。さっきから食らってんな。全然当たってないんだけど。早い早い早い。アリサさん、危険です。急ぎ回復してください。ああ、やべえやべえ。こいつもスタン持ってたんだ。全然覚えてねえ。大丈夫か、アリサ。壊したい。まだ顔面も壊れてないか。今作ではバジラ系がフィーチャーされてるというか、メインボス的な扱いなのかな。あー、今ガード間に合わなかったか。ちょっとゴリ押しすぎて食らっちゃうな。タイミングを、着地しっかりガード取っていきたいな。怖い怖い怖い。おーっと、バジラの新モーションみたいなのもこいつ持ってんのか。もう回復はどんどん使っていこう。あれだ、三角飛びじゃないけど、バジラも確か新モーションでやってきたよな、あれ。けい。あー、わ、気持ち悪い顔。顔面破壊できなかったが、まあいいか。よいしょ。はい、というわけで、なんとかプリティビーマータ、バジュラ討伐できました。こんな感じで今回のリダイレクションの実況は終了です。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。失礼します。